皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今日も東京有明のホテルから、お送りしておりますが、このホテルいい部屋なんだけども、ちょっとね暗いんだよね。光量が足りないわ、こういう撮影にはね。そんな感じでお送りしておりますけれども、さてオリックさん勝ちました。よかったね皆さんね、本当にね、みんなのコメント見ても本当に喜びにあふれておりますが、今日負けていたらね、どんなコメントが来たんだろうと恐ろしい感じもするんですが、まあでもなんとかオリックスこう耐えてますよね。本当耐えてるという感じ。ちょうどねこの仙台遠征に行く前に、辻コーチとちょうど辻コーチは仙台へで、僕は東京へっていうところで、出発するときにたまたま会ったのよ。で、なんとかお前さんもギリギリで今耐えてますからっていう話してましたけども、そんな感じですもんね。まあ、ここ耐えていけばやっぱり、3連覇したチームですから、ね、なんとかしてくれそうなムードはあるんだけども、まあでもね苦しいゲームが続きますが、今日は勝ちました。僕の X に寄せられましたコメントをご紹介するバージョンですね。一部ご紹介してまいります。まずはシャコさんですが、スピノーザの安定感やばすぎますね。もう今日素晴らしかったね。打線の方は頓宮がどんどん復調していっていて、今日ついに打率が2割に乗った、ね、これが嬉しいです。このまま調子を上げていって首位打者の本領発揮と言ってほしいです。本当そうだね。まああのまま終わるわけじゃないんでね、やっぱりだんだんアジャストしてきますよ。最初ちょっとこうつまずいた、で精神的にもきつかった部分があるんだけども、さすがのバッティングでした。お茶さん、いやはやとんでもない神助っ人ですね。いやもうでもね、打つ方でも4番のセデーニョ、まあ、2年目だけどもね、ここがしっかりしてるからまだこれ打線もなかなか打てない打てないという中でもね、彼がポイントゲッターにもなるし、チャンスメイクもしてくれるしというところで、まあ、助っ人を助けてもらってますよね、本当にね。ツーシームがグイッと入ってくるのは見ていてとても気持ちよかったです。頓宮の調子も上向きで何よりです、ということありがとうございます。牛子さんです。オリホーエスピノーザ7回までしっかり無失点で投げてくれて感謝しかないです。本当そうだね。打つ方は頓宮さんの大活躍素晴らしいです。8安打で5得点ですから素晴らしいですね。この勢いで明日もということ。まあ、欲を言えばまだまだね他のチャンスもあったんだけども、それ、まあ、そこは相手も必死に抑え込もうとしてるわけですから、そういつもいつも打てるわけじゃございません。白鷺さんは、大前さんお疲れ様です。ほんま SP のナイスピッチングはいつも助かってますよね。チームの嫌な流れをきっちり止めてくれるまさに助っ人ですね、ということで、本当そうですよね。それからバンド香織さんは、昨日のことを考えるとエスピが7回まで行ってくれたのが本当に大きい。しかもハイクオリティスタートと100点満点の投球をしてくれたことで勝ちを呼び込めたかなと思います、ということ。打線は森が外れる中、復調気味の頓宮がいい感じになってきたというところが巧妙ですね、ということ。頑張れ曽谷、打線は援護、ということ、そったん頑張ってくれ。坂井戸さんですが、ソフトバンク戦、ロッテ戦、そして今回の仙台での楽天戦、カード頭を取られた後の2戦目でエスピノーザが、流れを断ち切ってくれました。まあ本当おっしゃる通りなんだよね。全部このカード頭取られた後の2戦目でなんとかチームを立て直してくれているというのがエスピノーザのここまでのピッチング。今日も素晴らしいね。ね、特にモイネロ、種市、岸投手に相手に投げ勝ってくれたのもものすごく心強いですよね、ということ。明日はマストウィンでカード勝ち越し狙ってほしいです、ということ。まあ今日が本当にマストウィンだったのよね。明日頑張ってくれ、そったんね。それから牛島カレンさん、エスピさんすごいですね。今日は不利なカウントも少なかったですが、不利なカウントになってもそこからフォアボールなど許さなかったのが良かったです、ということで、打線も岸さん相手に苦戦はしましたが、球数を稼いだのが終盤に効いた感じでした。快勝と言える内容でした。今日そうだね、まあ、できれば序盤に1点取ったんでね、7回の追加点があるまでに、その間の中盤に、中押しがあればなお良かったんだろうけど、まあ、これはもうね、贅沢な話でございますよね。
それから、しーちゃん様、現地の写真を貼ってくださいました。今日も現地観戦しました。なんとか今年初の現地オリフォーを見られてよかったです。よかったね。写真も貼ってくださいました。今日はエスピーがナイスピッチングで、トンちゃんが先制ホームラン、試合を決めるダメ押しの、ダメ押しだとよくやってくれました。明日も観戦です。お、明日も勝ってカード勝ち越して福岡に乗り込んでほしいです。明日もよろしくね。ね、みんなもほっとされてますよね。それからゴリさんはオリホー、昨日の雨とは違って今日はエスピとトンちゃんが素晴らしい風を吹かせて流れを保ってくれましたね、ということでありがとうございます。明日勝ってカード勝ち越しましょうということ。それから藤井ちゃん、オリホーです。今日はエスピノーザ、トングーさんがすごかった。トングーさんやっぱり頼りになる選手ですよね。そらそうです。打ってもらわないと困るね、やっぱりトングー君が打つとやっぱり打線にも活気づくし、あとはここに森君が戻ってくれば完璧なんだけれどもね。明日ソタニで勝って勝ち越して、福岡入り希望です。福岡3試合見に行きますということは、桑名慎一郎さんありがとうございます。それからヤスさんですが、SP3 勝目、トングー選手の先制ホームランと走者一掃タイムリーヒット、スリーベースね。昨日の負け方が悔しいだけに、今日は見事な勝ち方だったと思います、ということ。前回は、悔しい思いした曽谷投手に明日、悔しさをぶつけてほしいと思います。明日もカード勝ち越しを祈って応援しますということをよろしくお願いします。それから、お茶ココさんが、明日曽谷君に勝利のリレーつなぎたいですね。そうだね。まずは先発としてしっかりとゲームを作ってほしいね。もう思い切っていけるところまで行ってほしいね。それからですね、こちらはジャンプさんですが、先発のエスピノーザ投手をはじめ吉田輝星投手、比嘉投手も見事な完封リレー、頓宮選手も2安打4打点の活躍、森選手も休養できて言うことなしのオリフォーでした。明日も曽谷投手で勝ちましょう、ということ。そうだね。それからマスタングさん、現地ポール際から写真を撮ってくださいました。ありがとうございます。昨日の試合が悔しすぎたので今日も見に来ちゃいました。本当ありがとうございます。エスピノーザ投手素晴らしかった、良かったですね。無四球なのが素晴らしい。次回の登板にも期待大です。打線も今日は効率よく得点してくれました。オリホーです、ということ。そうですね。ウッチンさんも、昨日の流れを引きずらずに良い勝ち方をしました。エスピノーザはもはやエース級、打線も褒めたい選手ばかりです。今日はそうだね。そんな感じ。シフォさん、今日も楽天に5点で勝ってよかった。トングー君、今シーズン活躍してほしいですね。実況お疲れ様でした。実況はしておりません。それからですね、いつも勝たなあかんコートさんは、エスピが見事な投球でした。長いイニングを無失点という理想通りのピッチングをしてチームを助けてくれました。おっしゃる通りですね。打線は森が外れるなどして試行錯誤は続きますが、トングーが良くなってきたのは大きいですね。明日は曽谷にまずは腕を振っていけるところまで頑張ってほしいです。僕もそう思います。内田さん、今日も中盤まで苦しい展開でしたが、トングー選手が球場の相性の良さを発揮しましたね。そうだね。仙台とか楽天戦はもともといいんだよね、本当にね。はい。曽谷投手、明日、去年最終戦プロ初勝利に続く2勝目期待します、ということ。いやー、よかったです本当にね。というわけで今日はエスピノーザを称賛する声、頓宮君の復活を、まあ、復調を喜ぶ、そんな声で満ち溢れておりました。一部ご紹介しました。今日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。明日は大阪、関西、大阪じゃない、僕は関西に戻りますんで、よろしくお願いします。じゃあまた。